平選手、改めてですが、これからプロのマウンドで、自分がマウンドに、立つことになったときに、ご自身の、強みになる部分はどのような当たりになるのか、それと目指していきたい投手業があれば、教えてください。地元のバラカシでも、高校時代も含めて、たくさんの方に支えてくれたかと思いますが、そういったご友人や、地元時代の恩師たちに、何か伝えたいメッセージや、がありましたら、お聞かせください。ありがとうございます。お疲れ様です。